アザール、ダイエットは最悪、無駄です。40歳になるまでプレイしたいならいいけどね。有言実行の男。この精神でマドリー200億を溝に捨てさせた男。ロナウドに喧嘩売ってるん。って20代後半からプレイできてない人が言ってます。コモのコメントだなぁ。お前より稼いでるし、やる気のあったチェルシー時代には活躍してたからな。一般人が何言おうともこいつの方がムカつくが上だぞ。これだけだとどういう意図で言ったのかよくわからんでもなんとなくプロ意識の低そうなコメントであるとはわかるダブル。30歳までプレイしたかも怪しいぞ。100億じゃ足りないよ。最終的に300億近くドブに捨てさせた中堅規模のクラブだったら経営傾くレベルの損害与えておいてよくこんなことが言えるな。